以前からずっとアマゾンの欲しいものリストに入っていたレンズをやっと購入しました。セブンアーティサンズ七光晶 35mmF0.95APS-C 用のレンズです。それでは開封していきましょう。レンズ本体以外にも2つのものがおまけとしてついてきました。一つはこの専用のポーチが入っていました。これを見ると何かペットボトルを入れておく例のケースに似ているような気もしないでもありません。そしてもう一つはエアーブロワーです。これはいくつあってもいいものですね。外箱はこんな感じです。開けてみましょう。まずマニュアルが入っていました。マニュアルは英語と中国語表記のみで、残念ながら日本語はありませんでした。レンズ本体です。大きさの割にずっしりと重いです。前玉です。フィルター径は 52mm となっています。レンズ構成は8分11枚です。後ろ玉です。マニュアルフォーカスのために電子接点はありません。絞りはクリック感がなく、非常にスムーズに動くようになっています。絞りバネの数は12枚で、絞った時はほぼ円形に近い形になっています。ピントリングも大変スムーズに動くようになっています。最短撮影距離は37センチメートルとなっています。少し気になるのは、このはめ込み式のレンズキャップです。スカスカで簡単に外れてしまいそうです。後ほど別のものに交換したいと思っています。それではここで、なぜこのレンズを購入したのか、その目的について話しておきたいと思います。
このレンズの特徴は言うまでもありません。その明るさにあります。 F0.95 という驚異的な明るさです。ここまで明るいレンズですと被写界深度が非常に浅く写すものを選びますが、星を撮る場合には基本的に無限遠にピントを合わせますから、明るいほど都合が良いです。焦点距離も 35mm でフルサイズ換算すると 52.5mm ですから、ちょうど見た感じの星空を撮るには良い画角となっています。それでは早速星を撮る準備をしていきたいと思います。ご覧のように CMOS カメラに 3D プリンターで作ったアダプターを介して E マウントレンズであるこのレンズに取り付けて撮影していきたいと思います。今回はソフトフィルターをつけて音メタのスピカ周辺を動画で撮ってみました。よく見るとスピカの右側に流星が映っています。このように流星の動きがそのまま動画として撮れるのも明るいレンズのおかげです。静止画やタイムラプスでは流星は線にしか映りませんが、リアルタイム動画であるなら流星の動きをそのまま撮影することができます。最後に明け方登ってきた白鳥座を撮ってみました。このレンズの明るさのおかげで赤道儀を使わなくても星が流れずに撮ることができました。ご視聴ありがとうございました。